中国さんはそうやっていつもいろんなことを教えてくださいましたね。そうある、元気出さる。やっぱり引きこもってた方が良かったんでしょうか。え、私はきっと引きこもってた方が良かったんです。そうすれば桜も永遠に散ることはなく。その昔中国さんにはいろいろ教えていただきました。いつの頃か日本はその忘れて引きこもり出したる。欧米の方々に迫られて引きこもりを卒業した後、欧米から教えを受けた。あれは間違いだったんですかね。そいつはちょっと違うな。おう、加瀬、引きこもりの悩みはいつまでも続くもんじゃねえ。求めてて追いつけ追い越せ、いこつたら時教わる相手が悪かっただけだ。アメリカのことあるか。それだけじゃねえ。ああ、イギリスのことあるね。なんで自分のこと悪く言わなきゃなんねんだよ。イギリスだって日本を教えてただろ。確かに、けど結局日本は国の指針となる憲法をプロイセンの野郎に教わってたんだ。あれが良くなかった。プロイセン君、当時オール様は立憲国家として最高だ。オール様すごいと言い切れる。オール様すっごいだが、その後 You and me 同盟組んだよ。中国にも勝てロシアを打ち負かせた頃だ。あの頃日本に一番勢いがあった。あのまま俺と組んでりゃ。あの同盟も間違いだったのかもしれません。なんだと。確かに私は欧米の方々のおかげで強くなれました。でもそれと同時に中国さんを怒らせてしまったような気がします。恩を忘れていたような気がします。中国さんが連合軍側に行ってしまったのは私があんな仕打ちをしてしまったからではないかと。それでは最後の締めは中国さんが。確かにあの頃ずっと辛かった。ある、育てた弟がどんどん先に進んでしまいは、あたしんちで暴れたりして、マイクのあれも間違った道だったんでしょうね。